タイプムーンの旗のもとに。カプセルサーヴァント、フランス、ドンレミ地方からおよそ9700キロ、車窓に落ち着いた街並みが見えてきました。元祖聖杯戦争が行われたことで知られる街、フユキ。ここで暮らす人々はほとんどが聖杯戦争で大なり小なりとばっちりを受けています。山並みに見える大きな寺院は天然の大空洞を有す龍洞寺。ユスティーツァを基盤とする大聖杯が設置され、最初と最後の聖杯戦争における聖杯召喚の地。まあその後も聖杯戦争はそこら中でバンバンやってますけどね。そんなわけで、私、オルレアンの乙女ことジャンヌ・ダルクは、ルーラーを1回やりきるごとにもらえる英霊休暇を使ってこの冬騎士へバカンスに訪れているのです。ん？無論フランスの代名詞と名高いこの私ですから、変装して身分を隠すのは忘れません。ドッキリ、極東の地に聖女降臨なんて見出しが明日の朝刊に踊ってもいけませんしね。こう見えても私、世界的超有名英霊ジャンヌ・ダルクですし、辛いわ。バカンス中でも迂闊に正体を明かせない私、辛いわ。サーヴァントとは別の意味で身命明かせないの、辛いわ。ん？おや？この男の子は、あ、まさか私の聖なるオーラに当てられていても立ってもいられず、この御旗のもとに馳せ参じてしまった若き戦士でしょうか。ん？いやー、まあでも仕方ないですかね。私、世界的に超有名な英霊ですものね。オルレアンの乙女が物憂に道を歩いていたら、誰だってその尊き御旗に全てを託し、炎のように激しくも儚い生涯を走り抜けちゃいますよね。あ、思い出した！あんた、テレビで見たことあるぞ！やっぱり？ですよね。辛いわ。隠しきれない超有名英霊オーラ、かっこ聖属性が隠してもにじみ出てきちゃうのが辛いわ。でも私、ルーラー枠なんで直接参加はできませんからね。いくら、やっぱり召喚するならオルレアンの乙女だろ、常識的に考えて。という感じで、個人的に召喚したくてもシステム上無理っぽいので諦めてくださいね。この国のお子さん？あんた、アーサー王だろ。アーサー王、テレビアニメでやってた。実は女の子なんだよな。知ってる知ってる。おのれ、イングランド。よし、覚悟しろ。なんてことでしょう。まだ倒れるわけには。なんということでしょう。まさかこの私が極東ではそれほどメジャーでもない英霊だったなんて。ザビエル、何してたんですか。おめえ、なんか人違いだったみたいだな。人違いっていうほど私、アーサー王とは似てない気がするんですけどね、胸とか。いやでも、それにしたってあのジャンヌ・ダルクなんですよ。百年戦争のフランスの偉人って言ったら私でしょ。ごめん、でもナポレオンなら知ってるぞ。あの小さいおじさんですら。ほら見てください、この旗、すごい宝具なんですから。
ジルなんかこれ振るだけで敵陣めがけてフランスバサラしちゃうくらいテンション上がってもう大変だったんです。なんか地味だな。やっぱ剣からビームとかの方が分かりやすいよな。もういいですよ。バーカバーカピンク髪、二度と来ませんから。こんな国、7年後。問いましょう。あなたが私のマスターですか？なーんて、やっぱり参加しないと目立ちませんものね。ルーラーとかぶっちゃけ罰ゲームみたいなものですし、私もたまには聖杯とか取り合ってみたかったんです。工具ですか？ご安心ください。派手なのを持ってきました。見てください、この生涯に一度ぐらいしか使えないグレンの、あ、これ自爆宝具でした。で、いやいやいや、これは来ちゃいますかね。ジャンヌブーム、赤ジャンヌとか桜ジャンヌとかも来ちゃって、いやー、人気キャラだから仕方ないですね。つらいわー、人気者つらいわー、もうジャンヌ顔飽きたわっていうドル箱スター街道まっしぐらなんでしょうか。いや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 、行きますよ。主よ、いいでしょ、存分に働いてもらうとしましょうか。